え皆さんこんにちはそれではですね本日のガイダンスを始めていきたいと思いますで今日のテーマはこのテーマですね配られていますかね映、えー、ってるかと思うんですけどこれ早期スタートのメリットと勉強計画で私がやるということになりますんで、えー、と私はレック専任講師無事の佐藤でございます、ね、で早速やっていこうかなと思うんですけどもこの一つはこのレジュメに従ってまず見ていこうかなと思うんですねあとは、えー、とパンフレットってあると思うんですよ で、これ、ございますかね。で、パンフレットに行った場合、こっちをちょっと開いてもらいたいんですね。で、まず、そうですね、あの、これから始めてるっていうことでありますんで、試験ってどういう試験になってるかって、まず話していこうかなと思ってるんですね。ちょっと開いていただけるでしょうか。で、この、えっと、この、えっと、これはテキストじゃなくて、えっと、パンフレットね。で、パンフレットの一番最初に多分載ってると思うんですよ。ね。えっ、ー、と、書いてあると思うんですよ。担当式試験と、論文式試験と、 工事試験によって分かれてるんだっていうのが25ページに書いてあると思うんですよどんな試験になるかってことなんですけどね、あのー、昨今これずっとイレギュラー試験やってるんですね、まあ、コロナの影響によって昨年度と今年少し時期が違って試験って実はやっておりますで通常であるならばもうね最終合格出ていて今何人受かりましたって多分言えてると思うんですねただまだ現在試験最終に終わってるわけではないというかあの最終の合格終わってるわけではないんですね あの昨今、最終か、先週、工事試験が終わって、今、待ってる状態なんですね。だから、年明けじゃないと、最終に入最終合格って分からないっていう状態なんです。通常ならば、もうとっくに終わっていましたね、大体11月ぐらいに終わっていて、合格式が会って、普通もうやってるんですね。で、来年どうなるか、これ分かりませんけど、通常であるならば、5月にまず、担当式試験ってあるんですよ。で担当式試験は、えー、ちょっとこれ、ご覧になってください。 担当式試験はここに書いてある通り、科目はこうなってる。ね、まず科目としては特許、でこれ特許で実用試案で大体20問ですね。20問。まあ、一番最初に出てきます。でこあ後、衣装、デザインですよね。これは出てくるわけです。まあ、これ10問ですね。でそして商標で、これ10問ですよ。10問でそして条約、10問ね。著作権と性競争防止法で、各、各じゃなくて各合わせて10問っらしになっていて、60問なんです。 まあこれを丸バスといっても多少違っていましてどれが正しいですかっていう問題も多いんだけどそれ以上に何個正しいですかと聞いてくるんで結構シビアなんだよね正直言うならばすべての、まあ、足について回答できないと合格できないってことになるんです結構厳しいでしょ今基準点が60点満点で39点ということになってるんです、まあ、一応基準点でありまして本来から言うならば これ以上だっても良いだろうし、未満であってもいいんですけど、数年ずっと39点で推移しているわけです。6割5分だよね。これどう考えるかですよ。6割5分っていう点数簡単でしょうかね？どうでしょうかね？あの正直言うと昔の試験でて50点満点で40点でした。僕らの頃って8割だったのね。ボーダーがでもちろん免除はないんです。で、今日ちょっと話そうと思ってるのはこれ1回受かると免除になるんですね。 例えば来年受かか。ったとすするじゃないで,すかでそうすると来年の担当式試験ねまず受けることができますよで終わった後、と今度は、えーとらえー、と再来年とその翌年ですねこれについては担当受けなくて論文から受けることが可能っていうことになってるのね昔はこういうものは全くありませんでしたでボーダー8割っていうことなんでまあ結構昔は大変だった今はどうかなっていうとうんと今の受かり子も結構実は大変ですね あのね、文章がべらぼん長いんですよあるいは条文の数が増えてしまってるんで昔以上に理解することが増えてしまったってことになるんでしょうかねで一応これが通常5月の第3週に普通やってるんです今年どう来年どうなるか分かりませんが通常であれば5月の第3週をもって始まるわけですねこれ何点取れるかっていうところがまずポイントになりますできればね、うん、これよく言うんだけど39.1をかるじゃないですか これだとなかなか、ローム式試験って突破しづらいんですよ。できれば48ぐらい、やはり九試のボーダー8割を取れると、結構実は可能性ってあるんですね。これ後で申し上げます。でそして、まあ、これが終わった後に、ロ、えーム式試験ってあるわけですよ。ローム式試験ね。今、1日で終わってしまいます。ね、でこれが大体通常ではあると7月ですかね。7月にあって、1日で終わるわけですよ。科目は特許。 あと実用診案と衣装と商標だけという科目になっていて1日で終わってしまいます。で、基準点としては大体54点以上で受かるということになってるんですね。54点。54点どうですかね、うん、あの昔はこれボーダーと言ってるのは、えー、とどちらかというと、うん、あの偏差値ではないんですよ。今偏差値で54で足りちゃうんですね。真、まあ、ん中ちょっと上で一応受かるっていう試験です。で昔は、 客観採点60点と言っていたんでまあ、これはどこのくらいだどか分かりませんけど昔から比べたらちょうど真ん中で通っていけばまあ分かるかなと試験なんで、うん、論文ってそんなに難しくないってことになると思うんですただこれもちょっと後でお話ししますように多少違ってるんですね今の試験と旧試験って昔の試験は結構書くんです論証するんです今の試験って後で見ると分かりのように文章はベラボンに長いんですね準備処理の問題に近いんです いかに早く処理ができるかっていう点を聞いてまいります。でこういった面においては、どうかな、時間あったら解けるんだけど、ないということでできないっていう方は結構いらっしゃるんだよね。まあ、これが難しいんでしょうね。で、この合水がだいたい25%以上に入ることってことになります。25%ね。よりに1人に該当すれば合格するってことになります。あとは、選択科目ある方は8月に受けるわけですね。8月。 まあ選択も、えー、これ、素点で60点ということになってるんで、今度は素点になります。結構厳しいからね、選択科目って。そこで素点で何点取れるか。あとは、免除の方もいらっしゃるんで、免除の方は関係ないってことになります。これが終わった後に初めて、工事試験で受けることが可能なんですね。まあ、昨今は多分落ちないっていう試験になるけど、今年はどうでしょうかね。まだ分かっていませんから、何とも言えないって話になります。まあ、だいたい合格可能性のパー,テー程度が 8前後になりますかね昔は3%と言っていた時代なんで、まあ、から見ると少し簡単になったのかなっていうところですただ昨今かなり絞ってきてるんで今年は211名しか論文通過しておりません、ね、だん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 だ少し迫ってきた狭まってきたっていう感じですよね、まあ、その前提にこれからどんな勉強していったらよいかってことについて話したいと思っていますでまずですねうんとね今日配ったものであるならばそうだね レジュメこれ見ていきましょうか。こっちのものですね。これ。この1ページから見てください。開けましょうね。はい。えっ、ー、と、1年合格ベーシックコースはなぜできたのかと、まず書いてあります。僕やってるのは、まず、昔はこれをやっていました。1年合格ベーシックっていう講座をやっていたんですね。で、昨今やってるのが、この後に書いてある、ワイドっていうクラスに、今、ワイドっていうクラスをやっています。で、なぜこうなったのか、含めてちょっと喋りたいと思ってるんですよ。で、昔の試験、 ね、旧試験の場合って、ほぼ、ここに書いてあるように、基本書を中心に勉強していました。ここね。基本書を中心にやっていました。で基本書ってこういうものなのね。今日これ、商標の本です。で、網野先生の商標っていう本なんですね。で、これ、一つの科目で、これをずっとまず勉強していって、論点探していって、書くっていう試験だったんですね。まあ、商標これだけ。あと、特許は特許で、また同じように種類があるんですよ。衣装も衣装であるんです。条約も条約であるんですね。 こすべてやって、論点さらって書いていくっていうのは昔の試験でした。今、昨今、こういうとってないんですね。これは、あの産業財産の世界って、改正がひや極めて頻繁なんですよ。頻繁なので、改正改正になってしまうと、版が売れないってこともあるんですよね。で、そこで、こういう本ってあまり出ていないんですよ。そうなると、予備校を中心ってことになると思うんです。予備校の本,本が、一番新しい情報に載っておりますんで、そっちを中心に、ぜひやってもらいたいと思ってるんですね。 でじゃあ、ね、予備校についてどう使っていくのか、ないしはどう変わっていったのかと、まずここからしゃべりたいと思っています。僕、受かったのは平成9年ですよね。だ平成9年ですんで、これを中心に勉強するっていう時代でした。なかなか受からないわけですよ。昔は5、6年普通にかかっていました。なんとしても早く受かりたいんだと思って書いたんですね。それがベーシックっていう講座の組み立てになります。で、ちょっとまずベーシックを見ていきましょうか。 ベーシック講座は今私やっていないんですけどだいたい似てるんでこの改良系がワイドということになってますで開くとここ見てくださいこのパンフレットの何ページになってあるかなうんとね34ページこれレック伝統の三回転学習とよく言ってるものですここねでどういう勉強をするかと三回転っ何かというと1年間を三分割するんですよね 3分,割3分割を行って、まず一番最初、まず入門考察26回やるんです。ここで。で、一応概要をつかみましたねってことをやるんです。で、このインプットが26回、アウトが、えっ、ー、と、これは全部で三、0回あるのかな。で、36回で、一応概要を回しましたって話になります。大体4月から始めていって、終わると、そうですね、34回なので、うんと、何ヶ月になるのかな。8月から9月までかかるんでしょうか。 でこれが終わったってことになるならば、次、もう一回見直しをやるわけです。そこでやるのが、論基礎っていう科目科あ単元になります。論文として解いていくんだってことになるんですね。論基礎、論基礎ね。で、これをまだやってるわけですよ。インプットが全部で10回、そしてアウトがこれ全部で8回やるわけですね。18回。で、これが終わりましたと。終わった後にやるのが、担当基礎力完成講座っていう講座になって、担当にもう一回見直しをするんです。 でこれがインプットがえと全部で233回アウトが13回で計46回ってことになっていますこの回数は多分私が受かったことと変わっていないと思うんですよおそらく全総会変わっていないと思いますでこれずっと私もやっていたんですよで3回転がやっぱりいいことはいいのねじゃないと忘れてしまうからです、ね、通常こういう教科書を使ってやるじゃないですかでまずこの商標だけで このくらいあるんですよこれ読んでしまって終わったと。終わってしまうと多分ん、ん、半年くらいかかるんでしょうかね。で、また別の科目をまたやり始めるわけですよ。やると、また忘れますよね。忘れる。で、また別の科目をやるわけです。この教科書に従ってね。そうなってしまうと、つながりがなくてぼやけるんですね。で、試験に突入するわけです。受かるわけないんですね。そこで考えたわけですよ。1年間を 多面的に切っていって、3回転にくるって回すという講座を考えました。これが今から25、6年前です。で、スタートしたのがレックです。レックです。で、これがベーシックっていう講座になってるわけです。ね、で、中心として使っているのが、レックの定番のテキストですよね。ここ。えっ、ー、と、この教科書じゃなくて、指工本でまず入門講座を回してるわけです。1回回しますしよね。終わったと。 で終わった後にやってるのが次は論基礎っていうテキストに従ってやっておりますここねでこれパッと見るとこれ私も一部使ってるんですけどこういう問題についてまあ何でしょうねレジュメっていうのがあるのね例えば「関連書について説明しなさい」っていう問題についてだいたいこういう項目を書けばいいんだよってことはまとまっていますでこれ昔はこういう問題出たんですよ でも昨今、こういうもので,で実は出てこないのね、もっと事例なんですよ、事例、事例。で、そうなると、これだけではちょっと厳しいっていうのは実はあるんですね。で、さらに、これが終わった後にやるのが短、短期で短期層は、えー、このテキストに従ってやるわけです。これ見てください。これ、特許。特許で、何ページありますかね、地球上にずっと書いてあるんです、地区上的に。地球上的にね。 1>, で1条はこんな条文です。まず条文を書いて、そして問題点としてこんな問題が出ますとずっと書いてるわけですよ。これを一つ一つ潰していくんですよねあの。他の科目を試験を受けた方であるならば、多分あのあれに近いですよ。卓越六本に近いの。これをずっと通信としてやっていくんですよ。ただ、これ、量がたくさんあります。今、600ページあるのね。自分がこれを作った頃って、確かね、400ページだったと思います。短期生だった頃って400ページ。 1>, 1回について、だからそうなると、何回やればいいんでしょうかね。今、特許は11回って書いてあるんでしょ。大体40ページやれば済んでいたんですよ、40ページ。今、600ページもあるわけです。果たして終わるんでしょうかッてね、難しいわけですよ、なかなか、ね。あとは飛ばしてもやるしかないんでしょうね、ここは。そこで、少し変えたんですよ。で、見ていきましょう。えー、とまず書いたのはこの通りね、えーと、昨今の試験状況です。 1>, 1年合格ベーシックコース、今やって私は言いません。なぜできたのかということについて書いてあります。3回転学習が一番いいんだよということです。これによって、昔の学習方法を出したということになるわけですね。うん、でしかし、ね、だんだん問題点が出てきたわけですよ。うん、これによって、当時は僕らの,の100人、合格者100人ね、それがだん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 人口減ってきたので、時代人口増えててなきゃいけないということで、800人変わってきたんです。800人。 となると、試験傾向も少し変わってきたんだよね。じゃあ、これをずーっとつぶさによって、果たして時間ってあるのかなって変わってきたんです。そこね。確かにあるかもしれません。ただし、もっと早く回したいわけですよ。どうやったらよいかと。そこで考えたのが、ワイドクラスってことになります。で、こっちを説明しますからね。じゃあ、開いてください。ワイドクラスのところは何ページになるかというと、うーんと、これ、46ページに当たるんでしょうかね。 46ページね。ちょっと一番違う点をちょっと見ていこうと思ってるんです。まずは、エッセンシャルっていう講座がついています。ここ。これ何かというと、まあ、概要を回すっていう講座になります。概要を回すのは、できれば早く回してしまった方がいいんです。特、実、意、障、著、負っていう科目がありますね。この科目について、だいたいどんなことをやる科目なのかってまず分からないと、あのお尻が見えないんですよ。まあ、これをまず最初にやってしまうんですね。これが全 14回しかありません。14回。通常、入門講座に相当する部分です。まず回してしまうんです。だいたい概要、こうなるんだって分かるならば、教えが分かるではないですか。これ、通信実はもう取っています。最新版です。今から聞けるんですね。これをまずクリクリ回してもらいたいわけです。今から始めて、1月から始めると、大体、実際上のインプット講座の入門に入る前、この段階において、大体もう終わってるってことになると思うんですよ。 一周回したと。概要を回したって話になると思います。まあ、通信によって最新版でありますんで、まあ、早く回せるわけですよね。で、これ終わってしまった後に、実は入門コンプリートって講座になります。これ何かってことね。入門コンプリート。で、さっき見た、えー、と入門講座とちょっと違うわけですよ。入門コンプリート。で僕の場合は、担当式試験を極めて強化しています。で意識しています。で、今の試験って、担当的な試験に近いのね。 特に論文式試験です。近いんです。あの科目によっても多少違いますけど、特に特許とか遺書はそういう,う,いう傾向は強いんですよ。担当さえ何とかなれば受かりやすいんですね。論文式試験って。そこで担当を強化しています。でも担当の勉強って、さっきも言ったように、この教科書を見たら分かりやすいですよ。昔は400ページありました。しかなかった。今、法制の改正性によって、どん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 増えていってしまっているのね。600ページもありますよ。1回 60ページはかなりつらいわけですよ。説明しましょうねってなるとね、しっかりと。そこで、講座っていう数を増やしてもらいました。で、どうやるかというと、私は担当の勉強について2回にこれ回しています。1つが入門コンプリート1回回回します。もう1回がさっき見た担当の、まあ、ワイドと書いてあって、インプットで42回もあるんですよ。通常33回だったでしょ。 なぜこれだけ強化するかというと担当さえ解ければなんとかなると思っているからです実際でこれについてちょっとしゃべっていきますねまず入門コンプリート何をやるかでここに書いてあるエッセンシャルで概要を回してしまっていますだいたい特許はこういう科目日常支援でこういう科目衣装ってこういう科目と回してしまっておりますんでここでやるのは何かというと同じ単元に従って担当の問題は実はやってまいります ただ、やるだけでは芸がないわけです。じゃあ、どうやるかっていうところですね。で、これはちょっと見てもらいたいんですよ。えー、っとですね、これ、実際上使っているテキストになります。ここの、コンプレートで使っているテキストですね。これ見てもらいたいと思っています。どうなってるかというと、これ、一章になるんですけど、ご覧になってくださいね。まず、各単元ごとに、えー、っとね、 条文が入ってるんです質眼分割ってこれ高単元ですねでそこの中に線引いてあるでしょう条文だったらここしか出てこないんだと線を引いてあります線引いてありますでそこに関する問題点がずーっと書いたのねこのように書いてあってでこれ一番簡単な問題書いてあるんです基準問題ですでこれをずーっと説明していくんですね中身としてこれで一周回します一周回します一周回すことによって ここの中で、この入門コンプリートの中で、そうだな、うんとね、卓越試験って幅がこのくらいあるとしましょう。例えばね、卓越の幅って一番広いのね、ここからここまでやれば、担当終わったとしましょう。これが0から100としましょうね。で、あのこれ完璧にやるのが、担当規力完成講座、あるいは担当ワイドっていう講座になります。ここれ何やるか、これでじゃあ やるのに、このコンプリート、何をやるかというと、これ、論文と担当の共通事項について、これで一回やるんですね。さっきのテキストに従って、一回回します。これぞれね。これを潰していくんですよね。で、大体これで、7割ぐらいいくんじゃないですかね、ほぼ。7割。七割。ここで、担当を論文的に解く勉強をいたします。担当って答えさえ合っていればいいって思うじゃないですか。 確かにいいんですよ。しかし、これを論文的に解いていくんです。担当を論文的に解くんです。と、皆さん担当の問題ってどう解いてるんでしょうね。問題って。例えば、うんとこういう問題ありますよね。さまざまな問題ね。例えばですね、何でもいいんですけど、えー、っと、これ、一応問題ついてると思うんですよ。この問題ね。問題出てきて、 わずか丸ってて書いてあるででしょ解解き方でどう解くのここ、まあ、通常であるならば担当の問題ってこう解きますよね担当の問題ってまず条文ありきなんですよ条文これは私は否定しません否定しないんだけどここだけで勉強しちゃうと論文的な思考で解けないんだよねこれ担当を担当に解いてるだけなんですよ条文って 条文あの法律の勉強って法学の勉強って解き方って2つあるのね1つ,は1つは許容性っていいます許容性これ条文ですね条文,条文何条に書いてあるからこれ丸になりますバツに,になりますって解くんですこれだけで解いちゃうとここで終わるんでしょう担当担当で解いたっていうだけですよ であともう一つ、必要性の観点。よく言いますね、必要性と。これ社、社会的妥当性ですね。必要性の観点、ね。社会的妥当性です。こう考えに当たり前ではないかなって説くんです。で僕はどっちかというと、こっちを強調したんですよ、授業では。社会的妥当性、必要性。で、これが担当、労務的に解くっていう思考になります。これは分かるならば、多分、文言が細かく分からなくても解けるんですね。 思考から解けるようになります。で、これができるようになるならば、おそらく、100問解いて、1000問解けるんですよですか。必要性と許容性、特に必要性の観点さえ覚えてしまうならば、100問解いて1000問解けるようになるね。択一って。一つから達成するんですよ。しかし、担当担当しておいてしまう。 許容性,性から解いてしまうって話になると、多分これ、勉強すると、100問解いて、80問なんでしょうでしょうね。人間って忘れちゃうからですよ。これはなかなか受からないと思ってるわけね。で、ここでやっていく勉強、いわゆる入門コンプリートでやっていく勉強って、まずこれをやるわけです。ね、担当の幅について約7割やっていきます。7割。単論、強調な事項についてまずやっていきます。 単論共通事項についてそれぞれやっていくのね。しかしやり方が、ここに書いてある通り、必要性と許容性、特に必要性の観点について、授業ではこれ強調して説明をいたします。多分これは、あまりやっていないのかなっていう勉強の仕方ですよね。条文書いてあるから丸。まあ、審査基準書いてあるから丸。いいんですよ。いいんだけど、多分これ、条文を奪えないと解けないんですよ。で、10問から100問から80問の道にすぎないのね。 できたら、うん、百問解いて千問解けるってことをやりたいわけです。で、これは一応終わったとしますよね。終わったと。で、終わったってことになるならば、多分論文できるはずなんですよ。論文。で、実際上ね、自分のクラスで今年も去年もかな、まあいらっしゃる方がいらして、あの一人は担当はだいたい五ヶ月ぐらいで通過しています。で、点数が高いんですよ。うん。 で60点ボーダーで47、8。で、このぐらい取れるならば、ただ、論文の勉強間に合わなかったのね。その時、言いました。こうやったらよいと。ただ、その時ってもう勉強の仕方が、担当論文に解いていったんでしょうね。多分。で、そうなると、多分、こう読めばいいってことを教えるんですよ。で、これさえ教えちゃうならば、多分、論文は解けるんですよ。解ける。ここね。ちょっと見ていきますから、解ける。 論文については、今の論文で必要なのは、まず読めること、読解です、論文読解。で多分これ、あまりやっていないと思うんですよ、こう読むんだってやり方です、論文読解。で、これが終わった後に書くんですよ、で、こっちは普通指導してると思います、記述。で、僕、昨今の試験ってこっちが重要だと思ったんですよ、論文については。読み方、読み方。 で今の問題、さっきも言ったように、昔と違って、こういう教科書を見て、どうしなければいけないというのはないのね。この基本書を見て、考えていって、どうしましょうというのがないんですよ。通常、まず問題出てきて、処理ができればいいんですよ。ただべらぼうに長いから、時間がないんです。ちょっと見ていきましょうか。学問ですよね。論文学問ね。でこれ見ると、明確にこれ、メッセージが伝わってくるのかなと思います。で試験で 問題これさすがにないんですけど、あるかな、えー、と旧試験の問題ね、今日持ってきたんですけど、昔々の問題ですよね、うん、短いね、これ、平成百年の特許法です。これ、特許法の1問目、2問目、うん、パッと見た瞬間、これ短いでしょ、で記載量は各問で3000文字ということになってました、今の1.5倍です。 書くんですね。深いところ書かないと書けません。で、これに対して昨今の試験ってどうなってるかってことね。で、昨今の試験はこれ。平成20年。べらぼこに長いわけですよ。ぐわっと。長い。同じ時間に解くわけですよ。長い。で、これで終わりじゃないのね。この後の横のページのところもずっとこれ、ぐわっと長いわけですよ。1時間ですよ。さっきの試験も1時間ずつやっていたんですよ。どっちが簡単に見えますかね。こっちかな。 これ、新しい試験の方ね。でね、これに対して、えー、昔の試験は短かったですね、問題文としては、いかに読んでいって、差をつけて書くのかっていうのがポイントでした。今、違うのね、これ、ちゃんともし時間があって読めるんだったら、多分誰でも解けるはずなんですよ。でも、試験の緊張感において解けるかというと、多分解けないんだよね、なかなか。緊張する。あと、時間足りないわけですよ。時間足りない。じゃあ、どうやってこれ読むんでしょうかね。 これを教えてるってこざあるのかっていうと、多分あまりないのかなっていう感じがします。読み方はね、読み方、読み方、書き方は多分教えてるはずなんですよ。ゼミ、当連、当連。ただどう読んで回答を作っていくのかっていうところがあまりないのかもしれません。じゃあ見ていきましょうか。例えばね、うんと今日ちょっと持ってきたのが、うんとこれ商標の問題になるんですけど、えっ、ー、とですね、ここね。 商をねえー、っと私は論基礎っていうか、この、えー、っと、さっきのページであるのならば、論文ワイド、ここね、論文ワイドっていう講座の中では、入門コンプリートが終わった後に、論文ワイドでは、これ、読み方を教えてるんです。どう読んでいけばいいのかと。どう回答を解けるかってことをやってるんですけどね。で読み方ってこれあるわけですよ。ちょっと見ていきましょう。例えば、これ何年度かな うんとねちょっとね、お待ちしてやってくださいね。どこやっちゃったかな。ないな。あこれですね。例えば、この問題。これは多分つけていないのかなと思うんですけど、この問題。平成の21年の論文の本試験ですね。商標の本試験です。 長いでしょずっと問題書いてやって、そうて、ここ、ここから問いなんですよ。問い、説問。で、これで1時間半です。商標って。どう解くんでしょうかね、これ。うん。で、こういう長い問題って、まず問題部分から見るんですよ。問題部分。見ると、大体いいこれ、場面って想定できるはずなんです。で、1 2,、2、3。説問括弧1、3もあります。そして、説問2が、 これは1問、説問さんが2番ってなっているんで、1つであるので、全部で5問あるんだよね、五問。で、これ、こういうのって大体各段落に分けると、この段落において、回答は実は書いてあります。段落単位にこれ読むんですよ。そうして接続詞、接続詞ってありますよね、接続詞。例えば、これ、上から見るだろそこでって書いてあるんで、これ、純拙なのね、純拙。これに対して、ここ、平和と書いてあるんで、ここから逆説になるわけですよ。 こうやって文章を組み立てていって、どう読んでいくのかってやっていくんです。問いから見て、段落単位に見て、飛んでいって解くんです。こう解けるようになると、大体解答はここから出てくるんです。問いから出るんです、実はね。今やってみたいんだけど、まだやっていない方もいらっしゃるんで、解けないと思うんですね。ただ、この読み方でやっていきます。徹底的に。ただ、これができるためには、担当の点数が8割ぐらい解けないと読めないんですよ。ただ、これが読めるようになるならば、 多分全体を言わなくってもこの部分だけ見てだいたい解けるようになります時間だったらそうですね10分ぐらいあれば回答多分出るはずなんです10分で回答出るはずなのねでそうなると焦らないわけですよ多分論文式試験ができない方って焦るんでしょうねで時間なくって解けないだけなんですよちゃんとあれば解けると申し上げました読み方ができていないんですよ読み方を徹底的にこれやっていく講座がここに書いてある 論文、ワイドっていう講座になります。ここですね。ただ前提として、担当の知識がないと、さっき言った読み方ができないので、担当重視をしてるんだってことになってるわけね。で、これで一応、二回しをやるわけですよ。担当的に論文を解くんだ。ないしは、担当については、論文的な思考で解いていくんだってことになります。で、終わりましたよね。終わった後にもう一回、担当で見直しをやっていきます。やっていきます。で、全部で42回やるじゃないですか。 42回、特許実用試案が17回もあります。で、さっきは11回だったでしょ。で、11回は結構きついんですよ。全部回すってことになるとね。あの、僕は多分できないと思うんですよ。17回ぐらいあるならば、多分できますよね。1回大体いい40ページしかできない人なので、大体いいこれで終わるわけですよ。完璧に終わるってことになるわけね。で、そこでここを埋めていくわけです。さっきのこの部分ですよね。やってない部分。 こ,こ,えー、とこの空欄になってしまった、ね、部分をまず埋めていきますねここで1回やったところについては今度深くやっていきますでまたここで埋めていって深くやっていってっていうことを繰り返していくんですねでこれを繰り返すことによって穴がまず担当はなくなるんですねそしてやり方はさっき申し上げた通り必要性と共有性の観点で解いてまいりますでこれができると結構強いってことになるのね 担当についても。担当さえできれば多分受かりやすいんですよ。今の試験って。でさっきの問題見てもらったでしょ結構文章が長いではないですか。長い文章についてパッと見てどう回答を解くのか。これはポイントになります。で担当力がないと解けないんですよ。やろうと思ってもね。そこ,、ね、で,そこでやってまいるのがこの講座っての一番の特徴になります。ね、であと、この講座の特徴を少し見ていきましょうか。これが、えー、っとね。 ののの方のワイドクラスの特徴と書いてあります、うん、まず1つ目、入門講座事故を早く回すことは必須って書いてあります。これエッセンシャルです。ここに数ヶ月かけてやってしまうと忘れてしまうわけですよ。だからもともと3回転ってやったわけですね。3回転で回してやっていくんだ。できれば、もっと短い方がいいと思っています。特実、意匠、不調、条約って全部関係性があるんですよ。 この関係性から分かるようになれば解けるはずなんです。細かく分かっていなくてもね。ここまずやっていきます。で、これはまず1点。で、もう1点は、年内に一応インプットは終了いたします。インプットは終了。12月までに一応終了します。じゃないと、多分ね、終わった後に、当連ってあるじゃないですか。当連。当連まで間に合わないんだよね。2月とか3月で終わってしまったということになると、多分当連会が間に合わないんですよ。で、そうなると受かりがたいってことになるんで、 年内修了,了をうたっています。これは2つ目の特徴になるでしょうかね。あと3つ目。担当は講義は2回転すると。さっき申し上げました。2回転。ここね。1つが工藤業だけど、入門コンプリートで1回回します。1回テキスト見てもらいたいんですよ。かなり違うから。1回回します、ね。問題点書いてあって、条文書いてあって、線引いてあって、ここしか出ませんと言ってますから、そこしか出ないんです。間違いなく。で、これ1回回します。 で終わった後に論文ワイドこれは論文の平べったいものこういうもの,こういうものを使うんじゃなくて過去問を中心に解いていきますどう解いていって解けるかなって見てまいります、ね、で読み方の講座になるのでいかに読み方ってやるかっていう講座になります多分ねあっという間に解けるようになりますよ多分10回もあれば論文の講座って私は終わりと思ってるのね担当さえできればっていう前提です10回あれば多分読めるはずですとこはね読めば多分書けるはずなんです 読めないとまずできないってことになるので、2回目これ回してまいります。1回目これ回した後に、もう1回、担当ワイドでもう1回回していきます。2回転回します。で、論文ワイドは読み方を中心にって申し上げました。これが3つ目の特徴になりますかね。そして、うて、んと、ここね。ここ。えっ、ー、と、論文ワイド、読み方の教える講座ですって申し上げました。あと、レジュメって書いてあるけど、これはすべてオリジナルなんだよね。 書いてあるので、自分のテイストに従って私はやってまいります。まあ、これでも違うところでしょうかね。あとゼミって書いてあるんだけど、これ毎回毎回実はやってるんですね。まあ、今年やるかどうか分かりませんけど、一応やる予定です。あのできればそこらですっていうゼミやっていますんで、見てもらいたいと思ってます。講義終わった後に毎回毎回やっていて当ててるんですね。で収録していてこれ見てもらいたいんです。 であの何をやるかと応答してるんですよね、応答。応答をやってるものについて答えてもらうと。えー、これに対してさらに深く応答していくという全部をやっています。まあ、今年やるかどうかは分からないんですけど、一応やる予定です。それはね、見てもらいたいと思っています。特徴のこれが、えっ、ー、と、6個目ということになりますかね、六個目。うん、あと、一番最後にね、申し上げたいと思うんですけど、これからの弁理士像。これ、たくさんの弁理士の先生がいらっしゃるんで、なんとも言えないけど、暗記して、 吐き出すだけであるならばもういらないかもしれませんね形をやることって誰でもできるんですよ新しいことについて積極的に取り組んでもらいたいと思っていますこの度に考えて思考で解くって勉強しなかったらいけないと思ってるんですねで、あのベリシーってどんな資格かというと多分ねいろんな方が集まってやってるんですよ理系の方もいらっしゃいますあるいは法律系もいらっしゃいますあとは文学系の方もいらっしゃっていろんな方がいらっしゃってやってるんですね で一番面白い資格だと思っているのねで。これをぜひ体感してもらいたいんですよ。あるいは二つ目。これからのメリをね、判例や審査基準を吐き出すだけではいけないと言っています。考え方をちゃんと考えて、あるいは何を射程としているのかって勉強しなかったらいけないんですね。これもちゃんとやっていこうと思っています。であと最後に、最後にね、通信の数目。あのうちの講座って通信の修行生が多いんですね。もちろん生もいますけど、通信生がすごく多いと。 でこれはいいことだと思ってるの通信って今時代でしょこういう時代なんで通信って時と場所を超えてできるんですよ極めて勘弁できる自分もね受かるために5年かかったのね当時の試験なのでかかりましただけどほぼ通信だったんですよ入門講座だけ入門だけやってきましたあとほぼ通信ってやってましたでこれを繰り返すんですね何度も何度も繰り返しフレーズみたいに覚えちゃうんですそうするとパッと頭から 発信できるようになります。まあ、これができるようになると、すごいんだよねってことになるのね。うん、で、こういうことをね、教師にはやっていこうと思ってるんです。あと、そうですね、あのできれば、の講座の講座を申し込んでいただいて、早く始めてもらいたいのかなって思っております。まあ、そういうことで、やっていくのがワイドクラスってことになりますんで、よくご検討されて、申し込んでいただければと思っております。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。